They shall be my finest warriors, these men who give themselves to me. Like clay, I shall mold them, and in the furnace of war forge them. They will be of iron will and steely muscle. In great armor shall I clad them, and with the mightiest guns will they be armed. They will be untouched by plague or disease. The Ultramarine, and his mastery of the Thunderhammer. The design of the Thunderhammer heralds from ancient times. It features a power field similar to other power weapons, with one exception. While other power weapons utilize constant fields of energy, the Thunderhammer only emits that force on impact. This allows it to conserve energy until needed for a killing blow. When impact is made, the Thunderhammer's energy field is triggered, smashing anything in its path. There are few things more awe-inspiring than an Ultramarine wielding a Thunderhammer. こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は豆ちゃんの懐からオープニング撮影です。春になり、豆ちゃんの抜け毛がプラモデルにひっつく。今日この頃、どうお過ごしですか？天気の良い日は、ちょっと塗装でもしたくなりますね。というわけで、今日は新たな塗料に挑戦したいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは、始めましょう。スターキッド、プラモデルストレージ。プラモデルを作るのに、今まで、ラッカー塗料を使っていました。水性塗料もあるにはあるのですが、ほとんど使われず、長年置きっぱなしにしていた水性塗料。その一部がこれ。おそらく、私の使い方が間違っていたのでしょう。弾く透ける剥がれるの三拍子で、一瞬で使わなくなりました。ほとんど使ってないのに、蓋が開かなくなるくらいの年月、置いてありました。全く開きません。が、こんな水性塗料の概念を、覆す塗料が存在するということで早速、買ってみました。それがこれ、シタデルカラーです。数年前から話題になっていましたが、その頃はまだプラモデル作る暇もなかったので、今更ですがシタデルデビューして、レビューしていこうと思います。シタデルデビューがまだな方は参考になるようにレビュー頑張りますので、よろしければ最後までご視聴よろしくお願いいたしまする。シタデルデビューするにあたり、こんな商品を購入しました。ウォーハンマー 40K、ペイント&ツールセットです。ウォーハンマー 40K、という、ボードゲームのコマなどを制作と塗装のためのツールペイントセットです。数種類のシタデルカラーが入っているので1セット購入するだけでシタデルペイントシステムが体験できるという代物。シタデルペイントシステムとは、豊富に用意されたカラーチャートの中から塗りたい色を選び、シタデルシステムの手順に沿って様々なシタデルカラーで塗っていき、高度な完成塗装品を比較的簡単に完成させるシステムです。システムもショップやアプリなどで誰にでもわかりやすくサポートされています。これだけではシタデルシステムはわからないので、これも買ってきました。フィギュア付きのスターターブックとフィギュアです。早速、スターターブックを開封しましょう。内容は、ペイントシステムについてと、簡単な手順。それと、ウォーハンマーについてです。それと、ペイントされた、ウォーハンマーシリーズのフィギュアたちの写真です。武器などのカラー設定なども、載っています。
ウォーハンマーシリーズは、軍隊フィギュアのコマだけでなく、戦車や飛行機、ロボットや情景などの立体物も魅力の一つです。ですが、最大の魅力はその壮大なストーリーと世界観でしょう。サイエンスとファンタジーを組み合わせた世界観。その世界観は地球だけに止まらず、全宇宙にまで広がっています。ストーリーは壮大すぎて説明しきれないので、今回はシタデルシステム中心でレビューしますね。写真を見る限りは、かなり細かく塗装してあり、ほぼ初心者の私にこんな塗装ができるとは到底思えませんが。では、肝心の組み立てフィギュアの方を見てみましょうか。ウルトラマリン1体とネクロン1体が同じランナーに成形してあります。そしてウォーハンマー 40K スペースマリンヒーローズシリーズ1小売りのモデルフィギュア。ブラインドボックスになっていて、中身は何が入っているのかわからない仕様ですね。裏面を見てみましょう。12種類ありますね。12種類中、2種のシークレットですね。マリン1体とスペックコレクションカード1枚ついています。こちらの方も開封してみましょう。こちらは成形色がベースカラーですね。こちらも同スケールです。小さい。でも、造形はしっかり入っていてかなり精密でかっこいい。顔もめちゃくちゃ小さいけど造形はめちゃしっかりしてる。こんなん塗れるのか？どちらにするのか迷いますねー。あとは、招待状、ウォーハンマーのショップなどの紹介などが書いてます。そしてスペックカード。ゲームでのスペックや人物の紹介が書いてあります。肝心の組み立て図ですね。接着剤なしでも組み立てれるようです。裏面にはシリーズの仲間たちが乗っています。先ほど開封したモデルはどうやらシークレットだったようです。このシリーズには2種のシークレットがありますね。初めてのシリーズなのでどれが出てもよかったのですが、シークレットだとなんか得した気分になるのは私だけでしょうか？ブックに付属していたモデルと小売りのモデル、縮尺は同じですね。では、ペイントツールセットについてるニッパーで切り離してみます。
間違えないようにしっかり説明は読んでおきましょう。このランナーにはスペースマリーンとネクロンの2種が整形されています。パーツ切り離し完了。サクサク組めていきますね。この大きさでもしっかりモールドがついています。クオリティが高いです。モールドは深いですが、塗料で埋まらないのか心配です。モールドリムーバーでゲート針取ってみます。日本ではプラモデルの合わせラインをパーキングラインと呼び、ヤスってパテなど持って面を合わせますが、海外ではモールドラインと呼び、削って面を合わせるようですね。このモールドリムーバーはモールドラインを削って消す工具です。本当は絵の部分がありますが別売りになってます。デザインナイフのようにしならないので、モールドラインなど削るにはしっかりしたラインリムーバーの方が失敗や削りミスなどが少ないような気がしますね。仮組完成です。なかなかの造形です。胸の羽のモールドとか武器のチェーンソードとか、かなりのおっさんコレクター度合いが高いですな。私もおっさんホイホイにかかってしまったのか、全種欲しくなってまいりました。やばいやばい。とりあえずバラして洗浄かけます。シタデル専用下地スプレーもあるのですが、近くに売ってなかったので今回はクレオスサフェーサーをかけます。一度グレーサフェーサーをかけてしまいましたが、手順を確認したらブラックの下地だったのでブラックサフェーサーかけ直しました。ではシタデルカラーのベース色を塗っていきます。シタデルデビューですよー。シタデルカラーを少量取り、少し水で薄めます。
シタデルシステムでのペイントは、2つに分けて、クラシックメソッドでペイントする方法と、コントラストメソッドでペイントする方法が提示されています。クラシックメソッドとは、シタデルカラー発売以来、ずっと愛好されてきた方法で、非常に見栄えの良い仕上がりになる。主に、ベース、シェード、レイヤー、または、ドライ、の順に使用される。隠蔽率の高い、ベース、を使用するので、濃い色から塗っていくと良い。絵画でいうところの油絵の塗り方に似ている。塗り直しが容易で、塗りによるミスをすぐに修正できるというメリットがあります。もう一方のコントラストメソッドは、コントラストというシタデルカラーを使用した新しい塗り方。コントラストは一度塗っただけで、ベースとシェードを塗ったような効果が出るので、クラシックメソッドよりも少ない手順で塗装できる。明るい色から様子を見ながら塗っていくと良い。絵画でいうところの日本画の塗り方に似ている。白い下地塗装の上から隠蔽力の低い流動性のある塗料コントラストカラーを塗ることで、影とハイライトを同時に表現できる。慣れてくるとクラシックメソッドよりも少ない時間で一気にペイントを完了できるという。今回は昔から親しまれているクラシックメソッドの方法で塗装していきたいと思います。塗った感じは絵の具またはポスターカラーを塗っているような感じです。乾きも結構早く、すぐ二度塗りできる感じです。匂いもほとんどありません。ベース色のウルトラマリンブルーを2回塗り重ねました。月にエンブレムなどのゴールド色を塗ります。メタリック色は隠蔽力も高く、1回塗りで結構濡れてしまいます。輝きも良い感じですね。シルバー色も同様ですね。細かな場所が塗れたら、シェードという影や筋彫り具の色を全体に塗り、乾かします。それが終わったのがこの状態です。あとはモールドの角などに、明るめの色で、光の表現を、ブラッシングしていきます。ドライ専用塗料のエーテリウムブルーでドライブラシをして、エンブレムなどをベースでドライブラシをして完成としました。下地、ベース色、シェード、そして明るい表現のドライブラシ、システム通り塗装するだけで初心者の私でもここまで塗装できてしまうという、すごいです。出来上がった後、塗装したフィギュアを見て、自分は天才ではないのか?と錯覚してしまうほど、塗装できたと思います。クレオスのミスターカラーの瓶とほぼ同じ大きさです。こんなに小さいのです。
なのに、このクオリティでできてしまう、もっと作りたい衝動が、抑えられませんな。ということで、小売りの一体を作ってみました。ウルトラマリンブルーにホワイトパールを混ぜベースにして、ウルトラマリンブルーを薄めて、シェード代わりに塗ってみました。少し湿気のあるセンチのイメージで、塗装してみましたが、どうでしょうか？もちろんヘルメットオフの、頭も塗ってますよ。目玉の塗装は苦労しましたが、顔全体は、肌色塗ってシェード塗って、また、ベースの肌色でドライブラシするだけで、雰囲気が出ました。下出るカラーでの、いろいろな塗装の可能性が見えてきますよね。そこでもう一体、今度は、ベースのウルトラマリンブルーを、薄めず、ドライ用のブラシで、はたくように塗って、全体出体、ザラザラしたタッチモールドをつけて塗装してみました。こんな感じ。ベース色が、濡れてないところはそのままにしてあります。ゴアシステム通り塗装して、砂ぼこりを、タミヤ、ウェザリングマスターの A セットでつけてみました。アップで見ると結構タッチがついてあるのがわかりますが、肉眼ではほぼわかりません。タッチのおかげで、明るい表現のドライブラシとウェザリングマスターのノリもよく、効果が出ていると思います。ベース土台の塗装も、モールドのおかげで、かっこよくできました。もちろんこちらもヘルメットオフの顔も塗装してあります。こちらは口までしっかり顔があるので一度失敗しましたが二度目でなんとか顔になったと思いますのですがどうでしょうか？いろいろ表現ができる下出るシステム。応用が効く、比較的簡単に完成させれる、塗装が楽しくなる。の三拍子ではないでしょうか。ここで、ウルトラマリーンの敵陣営、ネクロンウォーリアーで、下出るシステム、クラシックメソッドをおさらいします。ブラックサフで下地です。下地をブラックにすることで、塗り漏れなどを目立たなくする効果もあると思われます。ベース色を塗ります。体はグラスベース。関節は暗いシルバー。乾いた後、シェードを全体に塗ります。これが影やモールドラインに勝手に入り込み、乾くとそれらしく見えるのです。全体が少し暗い色合いになりますが、各色のベースカラーで、ドライブラシで、良い感じまで、明るさを戻します。強いて言えば、ここはセンスの問われるところですね。ドライブラシが終わったら、武器の細かな色を塗ります。もちろん武器にもシルバーで、丁寧にドライブラシしてあります。グリーンを塗るのですが、ここはテクニカルという、特殊な塗料を塗ります。テクニカルという塗料は、様々な表現ができる塗料が揃っています。ここでのテクニカルは、グリーンに光る表現ができる、テッサラクトグローという塗料を使います。私の場合は、テッサラクトグローを塗った後、ほんの少しだけ中心部にライトイエローを点で塗っています。塗装済みフィギュアを置いてみました。今はこれだけですが、軍団になると圧巻ですね。集めたい、塗りたい、情景や戦闘車両やロボットも欲しい、ってなりますよね。今回下出るデビューしましたが、高度な塗り絵を塗っている感じでした。手軽に使えて、水で洗えて、絵画のような出来上がりができるシステムでした。これはハマります。次回は、少し難易度を上げたウォーハンマーのフィギュアに挑戦したいと思います。下出るカラーは少し値段が高いのですが、セットで買うとかなりお得かと思います。高いくても価値ある塗料だと思います。もちろんラッカーでしかできない表現もあり、ラッカー塗装も捨てられません。ですから、両方とも利用して表現の幅が増えると、もっと作るのが楽しくなるのでは？と思うのです。今回は、長い動画になってしまいました。
これからも、もっと、造形技術、動画編集技術のスキルを上げて、動画をアップしていきたいと思っていますので、良い、悪いのコメントや、いいねとベルマーク、できれば、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。本当に最後までご視聴ありがとうございました。